よっ。ホテルのベッドにダイブして。俺も。グラディオ、悪いけど今日キャンプ無理だわ。この体だ。よっ！よっ！はい！てぇ！くらえ！よっ！よっ！よっ！一体誰を狙ってる？行こうか！てぇ！これくらいなら大丈夫そうだ。こんな時こそ写真でも撮っとこ。ちょっ、こっちだよ。ノクト、はいよ。やったな。あ、息ぴったりじゃん。今の良かったな。この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。じゃあ撮るよ。お、いい感じ。腕が鳴るぜ。突っ走るときは一人で頼む。いちいち水差すんじゃねえよ。ライトつけるぞ。了解。ぬるぬるして気持ち悪い。ほっ。一体誰を狙ってる？悪かったって。先を急ぐ。うん。おう。雨か。
地震なくなったな。あ、本当だ。そういえば、行くぞ。行こうか。ここで降りるぞ。しょっと。よっ。雨で野宿とか最悪。
こうか。あ、今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。
一息つこう。よし。そろそろ行く？さあ、出発だね。よし、出るか。了解。レガリア見てるとオート思い出すな。ああ、形がオートっぽいよね。すごいよね、兄さんいるのに5人乗れるし。ね、外の車って乗った？狭いんだよ。乗ってない。荷物積んだら人が乗れないの、だから送ってもらってるんだけど。先発隊はそろそろ帰るか。ああ、ついている頃だろうな。詳しいの？ジャレットから教わってたんだ。イグニス、運転ありがとう。いや。他の人は運転できないの？できるよ。俺もできる。運転ができるやつはいるが、確実に任せられんのは一人だけだ。なんで？やばいの？やばかねえよな。うん、でもこういう時はお兄さん絶対確実な方を取るんだよね。休憩しなくていいか？平気。真ん中疲れるでしょ。プロンプトと変わっていいぞ。うん、大丈夫、快適だよ。疲れたら言ってくれ。見てよあれ、好奇心、また来やがったか。一旦止めよう。ノクト。大丈夫だ、心配するな。行くつもりか、ノクト。ジャレットの仇を取りたい。タルコットのためにもね。イリス、お前はここで待ってろ。うん。ノクト、少し敵の情報を整理したい。一度あの騎士の近くで作戦を練ろう。
また行くんだよね。うん、頑張って。ちゃんと待ってるよ。早く帰ってきてね。どこにまでいんのか。とことん占領する気ってこと？そこまでの軍勢には見えねえな。補給地点にするつもりだろう。叩いて損はない。前に来たやつと同じ？外観は同じだが。一度潰してんだ。前より警戒してんだろうよ。謎のところだ。イリス、大丈夫かな？心配ではあるが。うん、平気だろ。あいつは根性ある。ほっ。イリスってガンガン戦えるわけじゃないよね。そりゃな。ま、早く終わらせて戻ろうぜ。油断禁物ってね。ロクト、応戦しろ。はいよ。ロクト強。まあな。はい。パパパパンパン
随分上機嫌だな。で、次の作戦は？帝国軍の巡哨を捕らえよう。魔導兵だけではキリがない。情報を得るためにも人間を相手にすべきだ。今回は二手に分かれる。プロンプトとグラディオは敵の陽動を頼む。了解。そういうのだったら任せて。ノクト、準備はいいか？帝国兵捕獲作戦開始。まったく、これだから傭兵上がりは。連絡はまだつかないと困りましたね。人のせいで皇帝の評価が下がるのは。奴を捕らえよう。尾行するぞ。捕らえ方は俺が指示する。奴に気づかれるな。最初もどういうつもりなんだか。アラネア巡哨に私を監視でもさせてるのか。戦闘は控えろ。逃げるのが最優先だ。最初もどういうつもりなんだか。アラネア巡哨に私を監視でもさせてるのか。
ノクト、離れすぎだ。もっと近づけ。見失うぞ。おい、何者だ。無駄な戦闘は控えろ。逃げるのが最優先だ。順調に私を監視でもさせてるのか。先々で私と彼女を引き合わせてね。彼に言わせれば人間的に信頼できると。魔導兵なんぞを推進しておいてよく。レスタルムでは気が流行ってついどこぞの執事を手にかけてしまいました。あの傭兵上がりに先を越される前にこのカリモが王子を見つけ出さねばね。もう一度アラネア准将に連絡を取りましょうか。君たちはここで待機。もし准将が来たら奥へ通して。今だノクト、背後から近づいて奴を捕らえろ。言っておくが、殺すなよ。分かってる。よくやった。この調子で行こう。作戦開始の合図だ。ノクト、二人と合流しろ。俺はカリゴを移送する。よし、派手にやるか。
そっちの作戦は成功したようだな。あの帝国軍のおっさんはメルダ省の人間に引き渡したんだが逃げられてしまったらしい。じゃあもう一回くらい会うかもな。もう終業。悪いけど帰るから。この後やったって一ギルにもなんないし。次また遊びましょう、可愛い王子様。何だったんだあいつ。イリス無事かな。あそこなら大丈夫だろう。さっさと合流しようぜ。